新球場です。阪神対広島1回戦の模様をお送りいたします。タイガースカープとの一戦です。解説席には田尾康さん、黒木智弘さん、以上この二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、まもなくプレイボールです。今日のゲームの先発ピッチャー能見、前の先発登板では勝ち星を挙げています。カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、カープの攻撃、先頭のバッター東出バッターボックスに入ります。最初の1球、初球ストレートできました。現在5位のカープ、連敗は避けたいところでしょう。中へのストライク、1球2球とインコースへ投げました。果たして3球勝負するのか。今のはちょっと危ない投球です。インコースへ外れています。これもインコースに行きました。さあ4球目、落ちるボール打って低い打球です。しかし今の打球はファウルです。まっすぐを打って打球はセカンドへ、一塁に送ります。アウト、セカンドゴロに倒れました。バッター木村田尾さん、今日の練習を見ていてちょっとバッターの状態が気になるとおっしゃってましたね。まあ、今日はねあまり体調良さそうじゃないですね。最初の1球、まずは外から来ました。次の2球目、チェンジアップでしょうか、打ちました。ファウルになります。キャッチャーのサインは厳しいコース。田尾さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。際どいですけどね。黒木さん、全くタイミングが合ってないですね。そうですね、タイミングの外し方がうまいんですよね。バッテリーの狙い通りでした。次のバッターに変わります。バル、セカンドへの打球、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表が終了しています。カープ3人で攻撃を終了しています。そしてカープの先発ピッチャー、ジオ、中6日のマウンドとなります。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。1回の裏、タイガースの攻撃。先頭のバッター、ピアン、打席に入ります。引っ掛けます。ボテボテのゴロになりました。取って一塁へ送ります。アウト、ナイスフィールディング。いやー、パワーさん、素晴らしい守備を見せてくれました。いい当たりだったんですけど、本当によく取りました。本当固い守りでしたね。
スタンドの歓声が湧き上がります。見事なファインプレー。いやー、しかしファンにとっても値打ちのあるプレーでしたね。はい、きっとスタンドまで足を運んだ価値を感じているでしょう。バッター加納、打席に入ります。どこから狙うか。まず変化球を見せてきました。2球目入れてきました。アウトコースストライク。3球とも外に来ました。変化球を打っていった。三遊間はどうだ。ヒットが出ます。6打席ぶり。打順が変わります。鳥谷。初球です。まず最初のボールを決めていきました。下がった下がった。しっかり捉えた。後ろに下がる下がる。ライト深々と破った。長打コースになります。打ったバッターは二塁へ向かった。ボールは中継のセカンドへ。スリーベースヒット。ファーストランナー今ホームイン。1対0、1点先制。初回から優位に立っていきます。これがただいまの得点シーンです。この展開には監督もニヤッとしていることでしょう。そして4番バッター登場です。新井、その注目のバッターボックスです。タオさん、ビッグイニングの予感もしますよね。まあ、この回はね、いい形で攻撃できてるんですよ。理想的な形ですよね。ここはつないでね、攻撃したいですよ。初球見送っていきます。1対0、タイガースがリードしています。ライトです。フライになった。ライトが前に出ます。取って、ライトフライに終わりました。そして打順は5番に回ります。グラベル、その注目のバッターボックスです。カオさん、チャンスの場面が1打席目から回ってきました。まあ、最初からね、いいところで回ってきますよ。ですよね。初球ボール、ここは外してきました。この打球はファウルになります。初回から先制点が入っています。さあ3球目、強烈な当たり、バックスクリーンへ向かっている。どうだ、入りました。ホームラン、ツーランホームラン。グラゼル、これで今シーズンの本塁打の数を3としています。1回の裏、ホームランを放ちました。今ホームイン、3対0。選手全員が出迎えます。2点を追加。初回から徐々にリードを広げていきます。打順が変わります。ヤマト、最初のボールを決めました。この回ツーランホームランを許しています。2球目はどう攻める。チェンジアップでしょうか。決まりました。これで追い込みました。
初回いきなりの失点を許しています。キャッチャーの要求は高めのボール打った。山口さん、はい、タイガース情報です。はい、どうぞお願いします。先ほどのホームランについてインタビューしてまいりました。打った球はアウトコースのストレート。ホームランのたびにコメント取ってるんでしょ。大変だね。まあ仕事だもんね、ということです。はい、ありがとうございました。ストレートはわずかに外れました。さあ何を見せるか。これは変化しました。この6球目遅いボール打ってショートです。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。いやー、黒木さん、痛い失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。2回の表カープの攻撃、この回の先頭バッター栗原、このゲーム最初のバッターボックスになります。栗原、背番号5。初球は手を出しません。ここは外してきました。2球目はどうか。スイングして空振りです。内へ高めに変化しました。ここは追い込んでいます。まっすぐできました。タオさん、ちょっと際どかったんじゃないですか。バット出しませんね。次が5球目。空振り三振。バッター伊王。最初のボールは最初は見ていきます。外のボールは低い当たりになった。一塁に送ります。これはアウトになります。セカンドゴロに終わりました。次のバッターに変わります。国保、バッターボックスに入ります。最初はインコースから来ました。今度はチェンジアップできました。国保、初回から見事なプレー、守備で見せました。3球目はどうする。外れました。バッティングカウントになったが、フォークできました。あっと三振。これでスリーアウトチェンジ。さあタイガース、次の攻撃は下位打線からとなります。
回の裏、タイガースの攻撃。この回は7番から始まります。マートン、まずは見送りました。得点差は3点、タイガースがリードしています。今度は内、次が3球目、痛烈な当たり、ボールの左に切れていきました。次が4球目、チェンジアップ打ちました。セカンドの前になります。これはアウトです。セカンドゴロに倒れました。そして次の8番小宮山、今日の第1打席になります。ちょっとねヒットが出てないんですよね。ちょっと気にはしているんですが、初球変化球空振りです。ストレート、外外れてボール、バッティングカウントからの4球目、まっすぐで決めました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。さあ何を見せるか、空振り、ボール球を振ってしまいました。スイングアウトの三振のシーンです。そしてピッチャー能見、今日の第一打席に入りました。どこに入れてくるか、初球わずかに外れてボール、わずかに外れてツーボールナッシング。1球2球と外へ行きました。ストレートを持ってきました。ボールカウントが3つ、ストライク、ここはストライクが来ました。高めいっぱいはどうか、スリーアウトチェン。2回の裏を終了、タイガース三者凡退に終わっています。3回の表カープの攻撃、バッター高松、このゲーム最初のバッターボックスになります。最初の1球、まずは初球見送りました。
1球外しました。2球目、今のはボールになります。黒木さん、ピッチャーの調子は良さそうですよね。落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりコントロールできてます。ここまで安心して見てましたからね。ただまだバッターも様子を見てるところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。はい、ここ外のボール打って打球はセカンドへ、一塁送球アウト、セカンドゴロに終わりました。バッター石原、バッターボックスに入ります。最初はストレート持ってきました。次のボールはこれは入りません。3球目はどうする。レフト後ろに下がります。上がりました。レフトが下がります。レフトフライに終わりました。打順が変わります。ジオ打席に入ります。第1球まずは見送りました。速球に合いません。黒木さん、いいピッチングしてますよね。ナイスボールですね。状態は良さそうですよね。そうですね。こういう球が来るなら今日は楽しみですね。今日はぜひ完投を目指してもらいたいものです。サインはどう出されたのか。このストレートは入りません。前取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。3回の表が終了しています。カープ3人で攻撃を終了しています。お座りにならないようお願いいたします。他のお客様の観戦や3回の裏タイガースの攻撃、この回から打順は2打席目となっています。ヒアバッターボックスに入ります。何を投げてくるか。低いボール、セカンドへの打球、一塁に送ります。これはアウトになります。セカンドゴロに倒れました。次のバッターに変わります。カノー打席に入ります。その初球は外のボール、得点差は3点、タイガースがリードしています。2球目です。低めのボール球打っていった、中途半端な当たりになりました。アウト。そして次の3番鳥谷、打席に入ります。初球は低めから来ました。微妙なところを攻めてきます。今度もまっすぐできました。
目を打って低い打球になりました。レフトの前に落ちた。ワンバウンドヒット。2打席連続のヒットになりました。ここで迎えるバッターは4番新井。初球は手を出しません。次の2球目、今度はスライダーを持ってきました。さあ3球目、ストライクです。ドンピシャのタイミング、パスランナー二塁へ回った。ヒットになった。4打席ぶり。ボールはレフトからセカンドへ、ツーベースヒット。そして5番バッターに変わります。裏でその注目のバッターボックスです。田尾さん、先ほどの打席会心のホームランでしたね。それにしてもね、大きなホームランを打ちましたよ。ですよね。あそこまで飛ばせるバッターはなかなかいないですからね。最初は外のボール、空を切ります。ピッチャー、これはしてやったり。3球目、惜しくも外、誘ってきましたが乗りません。バッティングカウントになった。決まった、外いっぱい。次が5球目、わずかに外れて3ボール2ストライク。カウントからの6球目、ああなんと歩かせてしまいました。ピッチャーの調子から試合が動き出すんじゃないでしょうか。さあどうなんでしょう、悪い兆しのフォアボールなんでしょうか。そして打順は6番大和、その注目のバッターボックスです。田尾さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよ。はい、ここは得点まで行きたい。まずは初球見送りました。緩いボール決まりました。これも外めに行きました。外のボール球を打って二塁へ、アウト。これで3アウトチェンジ。田尾さん、少し簡単に来すぎたのでしょうか。ちょっとこの攻撃はね、もったいないですよね。はい、ここは大事に行きたかった場面でした。各地のプロ野球情報です。まず地方球場、4対2スワローズがリードしています。そして横浜スタジアム、0対0まだ動きがありません。4回の表、カープの攻撃、こちらもバッターが2打席目に入っていきます。東で打席に入ります。第1球です。最初はストライク。上がっています。これでワンアウト、センターフライに終わりました。打順が変わります。木村、
初球から落としてきました。変化球を自由自在に操ります。次のボールは、次はインコース。このボール球には引っかかりませんでした。3球目はどうする。今度は変化球、フォークで追い込んでいます。スイングアウト、三振。これが今の三振です。次のバッターに変わります。丸、バッターボックスに入ります。内へ、最初は低めの球。大きくバットが回りました。さあ3球目、追っていきます。あーっと痛烈な当たり、追っていく追っていく、あーっと抜けた、ワンバウンドヒット、中継に入るツーベースヒット、右中間へのツーベースヒット。次のバッターを迎えます。栗原、ランナーを返したいこの場面となりました。どう組み立ててくるか。まずは初球ストレート、これは変化しました。外へ2球持っていきました。3球目はどうする。カーブできました。ストライクになります。ここはバッター見てきました。さあ何を見せるか。横へ曲げてきました。球はどうか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。この打席も三振に抑えました。接戦が続きます。いや、どっちのチームも穴がないですね。展開を読むのが難しい試合ですね。4回の裏、タイガースの攻撃返します。この回の先頭マート、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。膝元、低めのボールで入りました。3対0、タイガースがリードしています。今のはボールになります。追っていく追っていく、
深いところに落ちた。ヒットになります。打ったバッターは二塁へ。ツーベースヒット。左中間へのツーベースになりました。打順が変わります。富山。最初の1球、最初は変化球持ってきました。次の2球目、これは大きく外れます。1球2球とボールから入りました。さあ3球目、外、打たされました。高い打球になりました。落ち着いて取りました。セカンドフライに倒れました。カオさん、ちょっと詰まりましたね。ここで打ち上げてはね、いけませんよ。そうですよね。次のバッターとなります。能見、バッターボックスに入ります。第1球、最初は変化球できました。外のボール球を打って、今のは低いボールでした。変化球、次が5球目、決まった。三振。最後はバッター手が出ません。打順が変わります。ギア打席に入ります。初球ストレートできました。2球目です。まっすぐ持ってきました。次が3球目、これはまっすぐ。これで追い込みました。内へのボール打った。三遊間へ。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。ここでヒットが出た。そして2番加納、その注目のバッターボックスです。さあ田さん、ここはリードを広げておきたいですよね。ここはね、中押しといきたいですよ。ですよね。何を投げてくるか。低めから攻めていきます。2球目はどうか。低め。さあ3球目、低めのストライク。ここは追い込んでいます。これ回3本目になるヒットになった。三塁ランナーが今ホームイン。二塁セーフ。4対0タイムリーヒット。1点追加。点差は4に変わりました。そしてクリーンアップへと続きます。鳥谷打席に入ります。
最初の1球。初球見送っていきます。いいところへ決めてきます。外、これはボール。ここは見ます。ストレート、しかしファウルになります。さあ何を見せるか。インコース、これは入りません。さあどういくか。あっと強烈な当たり、取った。一塁アウトで3アウトチェンジになります。4回を終了しています。タイガース1点を追加、4-0、リードを広げています。5回の表カープの攻撃。この回の先頭バッター伊王、打席に入ります。何を投げてくるか。初球から低めを攻めていきます。次のボールは、これはレフトへ、ヒットが出た。実に8打席ぶりのヒット。ショートが中継、ツーベース。レフトへの打球はツーベースヒットになりました。ここも得点圏にランナーを置いての打席になります。最初の1球、最初はフォークから入りました。落として、3球目変化球は入りません。次のボールは低めインコース、見送ってストライクが一つ入ります。次が5球目、ここはスライダーできました。さあどうだ、空振り。倒れて次のバッターです。高松、ランナーを返していけるでしょうか。まずは見送りました。次の2球目、打球上がった、取って、これでツーアウト。セカンドが中継、センターフライに倒れました。アウトが一つ増えて次のバッターです。石原、ランナーを返したいこの場面となりました。初球を投げてストライク、ゾーンいっぱいに投げ込みます。三塁線の当たりはファウルになりました。様子を見ていくか。
ット三振、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。フォークボールで空振り三振です。ゲームは5回の表を終了しています。カープ2アウト3塁のチャンスは結局無得点で攻撃を終了しています。5回の裏、タイガースの攻撃。対するこの回の先頭、新井、バッターボックスに入ります。どう組み立ててくるか。初球はボールになりました。次のボールは外れています。タイガースがリードしています。バッティングカウントからの4球目、今度は外に来ました。さあ何を見せるか。低めのボール打った、上がりません。ランナーが出ます。2打席連続のヒット。ブラジバッターボックスに入ります。何から持ってくるか。初球空振りです。ボールに手が出ました。これで追い込みました。この球は見ます。バッテリー一球外してきました。次の4球目、バッター見送りました。ストレート打って低い当たりになった。2本目のヒット、マルチを記録しました。次のバッターを迎えます。山田、何を投げてくるか。送ってきました。取りました。二塁へ送ります。二塁はフォースアウト、ランナー送れませんでした。いやー、タオさん、この選手が決められなかったのは珍しいですね。まあ珍しいですよ、こんなこともあるんですよね。なるほど、どこかに迷いがあったかもしれません。多少迷いがあったんでしょうかね。まあ名手であっても油断禁物といったところでしょうか。まあ今日初めてのピッチャー交代です。という2日置いての登板です。果たしてどんなピッチングを見せるのか。次のバッターとなります、マート、打席に入ります。打って取ってタッチした、アウトになりました。ピッチャーゴロに倒れました。次のバッターを迎えます、富山、バッターボックスに入ります。どこから行くか。まず最初のボールを決めていきました。今のはボールになります。カーブを投げてきました。
ットに当たりません。次が5球目、アウトコース打ってラインの外、今のはファウルです。さあ6球目はどうする。スライダーを持ってきました。ここはランナースタート、当然ランナーは一斉にスタート。ここは外れてフォアボール、ランナーを出します。ランナーを出すということは余分な神経を使うことになりますから、ピッチャーの力量が問われてきますね。次のバッターとなります、ノーミー、打席に入ります。最初の1球は何か、まずは外から来ました。これは変化球、自らピンチを招いています。この変化球は外れています。バッティングカウントになったが、変化球、さあ何を見せるか、打っていった、打球はセカンドへ、アウト、スリーアウトチェンジ。さあカープ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。ベストカップル、お客様の街から選ぶベストカップル、今日のベストカップルは、ピッチング内容としてはストレート変化球がいい割合になっています。変えてきましたね。変えてきましたね。どう組み立ててくるか。初球から入れてきました。微妙なところを攻めてきます。変化球外を狙いましたが入りません。ここは外してきました。さあ4球目、バット三振、ストレートで2者連続、打順がトップに戻ってきます。東でバッターボックスに入ります。最初の1球、初球振りません。変化球は外れました。結局ボールが2つになりました。次が3球目、フォークできました。次が4球目、できました。ライナーになった、ショートライナーに倒れました。そして
して次の2番木村、もう10打席ヒット打ってないですからね。はい、この打席こそはと思っていることでしょう。初球外に来ました。2球目はどう攻める。ボールです。わずかに外れてツーボールワンストライク。バッティングカウントになった。コーナーを狙います。この誘いには乗りません。遅いボール打って取りました。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース、この後1番から始まります。ここで3番手ピッチャーを出します。青木、中2日での登板です。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。6回の裏、タイガースの攻撃。この回はトップから始まっていきます。ティアどこに出てくるんでしょうか。初球は低いボール。アウトです。レフトフライに倒れました。そしてバッターは2番カノー。バッターボックスに入ります。初球は初球見送っていきます。2球目です。変化球打った。ファウルになりました。キャッチャーのサインは下がる下がる下がる。これも痛烈な当たり。抜けた。長打コースになる。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。ツーベースヒット。レフトオーバーのツーベースヒットになりました。打順が変わります。鳥谷。最初のボールはまずはボールから入りました。ここは1球外します。これもいい当たりだ。今度もいい当たり。次が4球目。これは変化球。次が5球目。変化球で続けました。
打球はファーストへ。これはアウトです。ランナー2アウト3塁に変わっています。アウトが2つになって次のバッターになります。荒井打席に入ります。まずは初球見送りました。2球目右への打球取りました。3アウトチェンジ。6回を終了。タイガース2アウト3塁のチャンスは結局無得点で攻撃を終了しています。7回の表カープの攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります。まずはチャンスの芽を出していきたいところです。初球はどうか。最初は高め、スライダーを投げてきました。さあ3球目、これは入りません。バッティングカウントからの4球目、離れていきます。今のは思わず見送りました。さあ何を見せるか。あっと空振り三振。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。打順が変わります。栗原、どこから攻めるか。まずはストライク。黒木さん、ここまで完璧なピッチングが続いていますがいかがでしょうか。見事なピッチングだと思いますよ。なるほど、本人もイメージ通りのピッチングができているんでしょうね。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、このピッチングに手も足も出ませんからね。次のボールは際どいコース、前に出る、上がったがどうだ。前進前進、レフトフライに終わりました。そして次の5番ビオ打席に入ります。まずは見送りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。次の2球目、この球は外れています。3球目、打った、打球はピッチャーの横、一塁へ送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。今度はタイガース。さあタイガース、この後5番から始まります。タイガースファンの皆様、なお一度ご声援くださいませ。7回の裏タイガースの攻撃、5番からの打順になります。ブラジル、
まずはキレのある変化球。得点差は4点、タイガースがリードしています。2球目はどう攻める。変化球、これは外れました。これは大きな当たりだ。どうだ、入ったか、入ったか、そのまま飛び込んだ。ホームラン、ホームランです。会心の当たり。裏で甲子園の空に美しい弧を描きました。7回の裏、ホームランを放ちました。終盤、ホームランで試合を楽にしていきます。今ホームイン5対0、1点を追加、その差は5になりました。次のバッターに変わります。山田、バッターボックスに入ります。最初の球は今のはバッターに当たりそうなボールでした。まずはシュートから入りました。外へ外れます。カーブを持ってきました。この回先頭打者にホームラン、1点を奪われています。変化球打ってセカンドへの打球、アウト。セカンドゴロに終わっています。下位打線に回ります。マート、バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。センターに持っていきました。しかし大丈夫、これは間に合います。センターフライに終わりました。打順が変わります。富山、ちょっとヒットがないですからね。10打席でしたからね。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。第1球はどうか。最初のボールを決めました。これは変化球、大きく変化します。3球目はどうぞ。スライダー。さあ4球目、このチェンジアップは枠に入りません。打っていった、左に持っていきました。ヒットになった。このランナーは返すわけにはいかない。あっと、セカンドを狙った、狙ったぞ。ツーベースヒット。次のバッターとなります。ローミー、バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。まずはストライクを取りました。2球目はどうでしょう。アウトコース。
3球で決めてくるか。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。変化球でスイングアウトの三振を取りました。他球場の途中経過です。地方球場です。5対2スワローズがリードしています。続いて横浜スタジアム、0対0、両チーム得点ありません。8回の表カープの攻撃、この回は6番から始まります。小久保、まずは塁に出たいところ。何から持ってくるか。最初はストレートから来ました。どう攻めるのか。中への変化球外れました。次が3球目、アウトコースへ決めました。インコースを打った、打球はショートへ、一塁に送ります。これはアウトです。ショートゴロに倒れました。今の場面もう一度見ていただきます。バッター赤松、打席に入ります。センター赤松、初球わずかに外れてボール。次のボールはストライク、今度はスライダーできました。3球目、今度も変化球できました。スライダーで追い込んでいます。次が4球目、フォーク三振。ノーミー、かなりの好投が続いています。タオさん、代打ですね。ましたね。まず際どいコースをついてきました。外角低めのストライク、これも外めに行きました。慎重にコーナーをついてきます。これではバットが出せません。次の4球目、まっすぐを打って打球は三遊間へ、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終了しています。カープ三者凡退に終わっています。
カープ3回目のピッチャー交代です。岸本、2日明けてのマウンドになります。大子打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。8回の裏、タイガースの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。ヒアどこから行く。まずは簡単にストライクが来ました。枠をいっぱいに使っていきます。5対0タイガースがリードしています。ストレートできました。速いボールで追い込みました。様子を見ていった。ボールです。落ちるボール打ちました。三遊間へ一塁へ送ります。アウト。守備で見せます。いやタオさん、ナイスプレーですね。いい守備を見せましたね。いやナイスプレーです。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。サードゴロに倒れました。タオさん、帰ってきましたね。帰ってきましたね。初球は低めから来ました。次の2球目、変化球打った。打球は三遊間へ。ヒットになります。タイガース今日打ったヒットの数を14としています。鳥谷打席に入ります。どこから行くか。初球は手を出しません。バッテリー1球外してきました。どう攻めるのか。次はストレートできました。続けてボールになりました。決めてきました。高めの球ストライク。148キロです。次が5球目。低めのボール球を打った。見送ればボールでしょうか。引っ掛けた感じになりました。これは三遊間。一塁へ。あーっとそれた。ちょっとそれた。サードのエラーがありました。そしてバッターは4番新井。バッターボックスに入ります。初球インコース、ここは外してきました。2球目はどうでしょう。フォークできました。1球2球と連続して落としてきました。さあ3球目、今度はインコース。バッティングカウントになったが、低めの球ストライク。さあ何を見せるか。
これはボールになります。次のバッターを迎えます。ブラジル打席に入ります。なおさん、今日要注意のバッターに回ってきました。好調ですからね。なんかこういいイメージでね、好調時の雰囲気になってきましたね。今日はね、もう3安打でしょ。期待できますよ。打席でも自信を持って構えてますからね。最初は内から入りました。を狙います。空振りです。変化球外れました。次が5球目。フォークできました。もちろんランナースタート。当然低め打ってファウルボール。ランナーはスタートを切っています。当然な低めのボール打って低い打球になりました。取りました。これで3アウトチェンジ。8回を終了しています。タイガース2得点で攻撃を終了しました。タイガース2番手ピッチャーをマウンドに送ります。西村中2日目の登板です。さあ最終回きっちり抑えるのか。9回の表カープの攻撃。この回の先頭バッター相澤。どこに出てくるんでしょうか。初球見送っていきます。落ちるボール、ワンエンドワンです。これは際どい。ここは追い込んでいます。このストレートは外れています。低いボール、打球はセカンドへ。一塁送球アウト。セカンドゴロに倒れました。打順が変わります。東出バッターボックスに入ります。初球ストライクを取りました。どう攻めるのか。内へ低めの変化球、2つインコースに来ました。
3球目はどうする。低めのストライク。またストーンと落としてきました。さあ何を見せるか。スイングアウト。これが今の三振です。バッター木村当然凡退するとここで試合は終わります。勝利まであと一人になった。まずは初球見送りました。はどうか。それは際どいか。ラスト1球。次は外に出ました。できました。抑えた。一塁送ります。試合終了。今日の試合は5対0タイガースが制しました。タイガース今日も勝って2連勝です。ノーミンタイガースファンの前で見事勝利を挙げました。無傷の4勝目を挙げています。壇上にはヒーローたちがすでに上がっています。では投球成績からご紹介しましょう。先発で登板、8回被安打2、10奪三振、自責点0、勝ち星がついています。そして打撃成績になりますが、5打数2安打点1、いい働きをしました。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。サプリメント補給食品詰め合わせ。阪神対広島1回戦の模様をご覧いただいてまいりました。この放送の解説は田尾康さん、そして黒木智博さんでお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。